チャオ、あっちゃんです。今日は6月の29日かな、水曜日。はい、水曜日です。水曜日のあっちゃんちの朝ごはん、ちくわを適当に切って、今日もね、ちくわの、ピザトーストやねんけど、今日はちょっとね、趣向を変えます。エバラの焼肉のタレ、あ、じゃあ焼き鳥のタレ、ちょっとだけ、あんまり入れすぎるとね、こんなもんでいいかな。で、ああ、箸落とした。混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ。で、焼き鳥風のちくわにします。でね、パンに、はい、パンに、チーズを置いて、その上に、焼き鳥。違う、ちくわ置いて。ちくわ置いて。さあ、どんな味になるでしょう。適当に考えて。今思いついた焼き鳥のようなちくわの、はい、ピザトーストを作ります。で、ここにね、これだけでも美味しいと思うんだけど、マヨかけてみよう。半分だけ豆をかけてみよう。どっちが美味しいか試してみます。はい、パンが焼けました。ということでね、今日はね、ちくわやねんけどね、貧乏焼き鳥風ピザトースト。そうやって思いついて作ってみようと思ってやってみた。では食べてみたいと思います。いただきます。パンのところしか食べられない。だからね、ふっと思いついて子供ちゃんに作ってあげた。で、レオは、って言ったけど、ってないやん。では焼き鳥を食べたいと思います。なんか焼き鳥ではないけど、美味しい美味しい。なんだこれ。ちょっとこれは微妙かも。悪くないけどね。まあ、迷うかかった方がいいです。しいな。海洋の余地ありだね。もうちょっと焼き鳥のタレが濃くてもよかったかも。焼き鳥のタレにジャブジャブジャブでつけたり、焼き鳥のタレチャーってかけた方がいいかもからね。そうね、また夢にミキちゃん出てきたよ。いろいろ面白い話出てきた。朝ごはんの動画でお話すると長くなるから、また別でお話するね。
今日ね、あ、そうそう、時間言ってなかったね。今日早いの、8時30分、うん、子供ちゃん送り出してで、うん、先にママ業する前に朝ごはん食べた、うん、お腹空いちゃってね先食べよってなんかね、メールとかコメントチェックさせてもらったの、いっぱいコメントくれてて嬉しかった、ありがとうね、うん、嬉しかったさあ、今日もね、いっぱい楽しもう2日間お休みしてリフレッシュしたしね、うん、またまたいっぱい動画撮ったりして楽しむね注文入ってたから、うん、今日発送準備しないとダメやしね、うん、今日のあっちゃんも忙しいだ、うん、オイルキャーって言えんだけど、うん、重たいからね、すごい重労働なんよ、うん、一気にね、体力がなくなるのあれやると、うん、ここ痛くなるしね、うん、ビャーって、朝はね、目薬もしてんけどね、うん、2本、あと1本もうちょっとしてから、うん、ご飯食べる前に2本目が終わって、で3本目ちょっとずらしてするから、もう目すごくいいでしょ。うん、痛くなくなってる。よかった。でね、大丈夫。ただね、ドキドキ痒くなるのよ。で、なんか言ってたの、前髪でくすぐったいのもあるけどね、前髪ちょっとこう避けとこうかな、だからピンで止めといた方がいいかな、ね、うん、なんかね、アレルギーの時って髪の毛がポッポロッと落ちてこの辺にくっついててもコソコソってなるだけでも痒くなったりするからね、多分それ目とかにこうコショコショって痒くなるのかもわからへんしね、うん、どうしよう、髪止めあったかな、ヘアピンどっか探そう、あってな気がするけど、まあ、そんな感じでね、今日もね、ゆるゆるいあっちゃんの、朝が始まります、うん、今日は、あっちゃんは、うん、6月29日水曜日やけど、みんなは木曜日やもんね、うん、29日、30日木曜日、今日お仕事楽しんで、明日あっちゃんライブ楽しみください、待ちしてます、はい、うん、みんなで楽しみましょう、うん、ごめんね、ちょっとね、今日テンションが低いわけじゃないんだけど、眠いのよ。昨日ね、ちょっと遅くなって、寮が、あれ、期末テストの勉強しててね、うん、で、期末テストの勉強してたから、1時半ぐらいまでか、まで勉強やってて、そっからね、あーちゃん、もうごそごそ先しといたからね、うん、すぐもう寝られるわ、と思って。で、寝ようかな思ってんけど、そんな眠くなかったから寝る前動画ちょっと撮って、またね、嬉しくっておしゃべりしすぎたみたいで40分ぐらいおしゃべりしたのかな、で、2時過ぎちゃってね、それからね、
一回も目も開かずぐっすり寝たよ。でも、うん、でみきちゃん出てきていろいろお話してなんかね、でもなんかね気づいた、みきちゃんが夢に出てくるとすごく朝ね疲れてんのよ多分ね魂でお話してるからお互いにね、うん、で一つの体の中でお話してるからかなと思ったり、うん、ね、今日もちょっとちらっと言ってた、あっちゃん疲れてんのもね、みきちゃんとあっちゃんが二つの魂が一つの体に入っているから疲れるのは出るかもね、ごめんねって言ってたから、うん、いいよーって、ちゃんは疲れるよりみきちゃんと一緒にいてる方が幸せだよって言ったら、うん、そう言ってくれると思ったって、うん、ありがとうねって、うん、ねって体壊しちゃダメだからって、うん、体壊すと私もあなたも居場所がね、この世に居場所がなくなるから子供守れなくなるから、うん、ほどほどにするけどってこと、ほどほどにしないでねって言って、ね、うん、なんかねこれがねほんまに夢なのか、夢ってほら今まであったことで自分で見せるっていう科学者もいてるけど、でもそうじゃなくね、本当にみきちゃんがあっちゃんに話しかけてくれてる気がすんのよ、うん、あっちゃんはそう思うし思いたいなと思って、うん、だから最近疲れてんのもねって、そのホルモンのバランスもあるけど私があなたに入ってるからっていうのもあるんだよねって言ってたから、うん、まあ、でも心地よい疲れっていう感じ、うん、っていうかほわーんって眠いそれは多分2時ちょっとまで起きてたからかもわからへんけどね、うん、っていう感じで、ね、今日もいっぱい楽しみましょう、うん、なんか今日もみきちゃんのねお話ししたネタの動画撮ったりね、あとあれ告知したいのよ、カラオケのライブするよっていう告知の動画と、とあとあれと登録人数1000人突破記念の告知、うん、でもね先週金曜日に言ってくれててもうね今1300人突破しちゃったから早くね告知したいなと思って、そんなこんなで今日はね楽しみたいと思います、はい、では、ではまたね違う、今日は、みんなは木曜日、今日明日2日楽しんだらまた土曜日が来ます、中学生、高校生、ね、学生さんたち、そろそろ期末テストかな。大田中学は今日、明日、期末テストなんで、ね、だから、期末テスト。もう勉強も頑張るって頑張らない、頑張るって思ってやっても辛いだけだから、勉強もゲーム感覚で楽しみましょう。うん、だから、1問したらクリアとか、うん、この問題、うん、難しい、むずい面は、うん、楽しんでやるでってやる。でゲームだってこう、うん、むずいもう嫌だ、うん、頑張るぞと思って頑張ってもねミスしたりして嫌になっちゃうけど、ゲームって楽しむもんやからね基本、だから楽しんでやってたら何でも楽しいから、勉強だって楽しい、うん、でその勉強を楽しむことが身につくと社会人になった時にお仕事を楽しんでクリアすることを覚えますってあっちゃんは思います、うん、だから、うん、何でもね人生楽しみましょう、うん、っていうことでさ、人生楽しいよ、捨てたもんじゃないよって思うから、はい、でね、今日休みの方も、ね、ゆっくりお家で休んでください。で、ね、いっぱい楽しみましょう。何かとね、うん、いろいろ楽しんだらいいと思う。うん、はい、ということで、あちゃんは、ね、今日は思いっきりまた楽しみます。ということで、みんなね、一緒に楽しみましょうね。はい、ということで、次の動画でお会いしましょう。次の動画何になるか分かんないけど、チャンネルよろしくお願いします。はい、では、皆様、お出かけの方は気をつけて行ってみてください。お家で行ってる方はゆっくり体休めてください。では、またね。バイバイ。今日もよろしくね。